はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。はい、僕は今、福島県の会津若松駅にいるんですが、今回この動画は、会津若松から郡山まで、ジョイフルトレインのフルーティアに乗ってきたという動画でやっていきたいと思います。フルーティアっていうのはね、僕すごく魔改造が好きなんですけど、もともと719系の普通列車として走っていたやつをジョイフルトレインとして改造した車両なんですね。フルーティアとじゃあ今回は改造前の普通の719系の比較動画ということでやっていきたいと思います。で、フルーティアの切符はもうすでに取ってあるんですが、こんな感じですね。こんな感じで見えますかね。会津若松から郡山までの乗車表とあと指定券という風になってるんですが、フルーティアってこれ、ビューの旅行商品になってるので、普通に券売機では買えないんですね。ビューの、旅行の窓口に行って買う必要があるということなんですが、じゃあ今回はじゃあこの切符を使って乗っていきたいと思います。じゃあ改札に入りましょう。こちらが719系フルーティアです。見た目はすごく奇抜な塗装になっていますね。で、これをもうちょっと見てみると、先頭のドアのところは、埋めていないんですけど、中間の方のドアは埋められてるんですね。だから明らかにこれもともとドアがあったっていうのがね、丸分かりなんですよね。で、その隣の窓も埋められています。フルーティアってこれ普通の719系も連結しているんですね。だから一気に改造前と改造後の比較ができるっていう、これすごく個人的には乗り得な列車ですね。で、見てみるとこれちゃんと貫通のホロでつながってるから、どっちも行き来できるっていう、そういう感じなんですね。もちろんこっちは、改造してない方なのでドアはちゃんとありますよということですね。すごいね、このドアの埋めた感じがすごい丸分かりなのがとても面白いですね。で、半自動ドアボタンの埋めた跡もあるね。で、行き先表示とかはこれは他列車のままということですね。フルーティア、これも埋めてんのか。あ、これも埋めてんだよ。すごいな、超絶魔改造だなこれ。車両番号は久市718の701ということで、これ食堂車を表す市っていうのがフルーティアにはついてるんですね。いやー、久市とかなんか市ってつくの見たのってあれだな、カシオペアとか北斗星以来だな。で、前面はこんな感じですよということで、ド派手だね。席のある方は普通にクモハ719ということなんですね。じゃあ車内に入りましょう。どうぞ。仙台か。
電車の車窓を見ながらスイーツを食べるし、あ、そういう風にするの？この上で食べるんじゃないの？この上で？わかんないけど、よくわからない。密着するの？まあまあいいけど。福島県産のフルーツを使ってるらしいけど、どんな感じ？やっぱね、福島県の自然いいね。
改造前と改造後で比較できるのかもしれない。トイレも見に行ったけどさ、トイレもさ、なんかウォシュレット付きに魔改造されてるじゃん。あれすごいよね。でもさ、それなのにさ、なんかドアのさ、じゃあ鍵をつけるときに使用中とか未使用とかさ、あれがちゃんと国鉄のまま残ってるの。それが変わってないって。それすごいよね。あれがこれになってる。超絶魔改造だよ、本当に。だからちゃんとさ、このね、ドアのこの張り板とかも全部張り替えてさ、やばいね、もう本当に同じ電車とは思えない。終着郡山です。やっぱフルーティアの面白いところは、やっぱ右側の魔改造と左側の更新前のやつを比較できるのが面白いですよね。まあビューの旅行商品ということで、まあ十字打ちとかでは切符は取ることはできませんが、まあでもね、すごく快適な旅をすることができるので、毎日再生に乗る予定のある方はぜひフルーティアに乗ってみてはいかがでしょうか。ということで、この動画は終わりにします。じゃあご視聴ありがとうございました。